甲冑隊、あ、これは松代の紙で作った甲冑隊ですかね。これは素晴らしいですね。紙で作った甲冑隊来ました。紙の甲冑ですね。皆さん、毎週集まって紙で作った甲冑を、紙で甲冑を作っておりますね。その皆さんがまずいらっしゃいました。第一陣、紙の甲冑隊ですね。はい、前に出る。なんかどうなんですかね。それでいっぱいです、はい、あ、いいっすな。演技をしておりますね。いや、これはだいぶ練習したんですかね。上手やってますね。だいぶ上手にやってきますね。カメラちょっとすいません。はい、いいですね。あ、来ましたね。はい、もっと若い方もいらっしゃいますね。お、なんかすごくなんかあのパンパンパンって言いましたね。鉄砲を変えるんですね。あ、まあ本当にこれを掃除する人もいるんですね。担当の方が大変ですね、こういう方もね。あ、いよいよ来ましたね。こちらは誰でしょうかね。皆さんこれ松代甲冑隊って書いてありますね。あ、従来は歴代の藩主がね、こう馬に乗ってたと思うんですが、
これはみんな甲冑隊ですね。真田十万石行列、あ、ここからが行列の始めですかね。先ほどは甲冑隊は別ですね。来ましたね。あ、あれはやり振り隊ですか。
下に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 真田正幸校ですね、来ました、真田正幸校あ、武田信玄ですね、武田信玄新元校
刃物敵が来ても守れるよ。かわいいね。かわいい。どうやって取り？あれ小さい。引きずってる。正幸さんね、真田正幸さんは、あ、勉強不足で何代か分かんねえ。あ、徳川家康、これは分かりますね。あ、市長乗ってますね。徳川家康公は市長さんですね。加藤市長ですね。今言ってますね。長野市長加藤さん、徳川家康って言ってますね。
小雪に再び登場いたしますのは、ご利益の選出、スタートです。関ヶ原の戦いの後、戸山地区の戦いから、出て出陣出演してるの。ああいた。よく一人じゃん。ふっくらした子がいるな。なんか見たことあったと思真田幸村ですね、来年の何だっけ、真田幸村、真田幸村ですね、されてますけど。サラさん、放送されちゃったんですけど。世界中にちゃった。世界中に放送されましたが。
はここでほら始まるよ。始まるよ、ほら。毎年来てますか？毎年来てる。毎年、うん、どうですか？どうですか？こう人でも毎年変わります？去年とか今年とか変わってるね。昔とか去年より多い、うん、多い。あ、やっぱりいろいろタレント来てるから多い、うん、あだね。そうですか、うん、やっぱりこの出演する人によって変わりますかね？いや、わかんない。だけどよく見る人もいるしね。あ、なるほどね。県外から来た人の発注隊なんか人数多くなってきてるね。そうですか、うん、全国から来てる人たち。あれ昔もこのぐらいでした？あのお客さんとかその出演する人たちはどうでしたか？あのね、昔はほう鉄砲隊あったでしょ。3、4年前かな。鉄砲隊と大砲があれのあれでびっくりして有名になったし、あとやり振りがね良かったけどね。そんなもんですよ、はい、だんだん来年はもっと派手にしてもらいたいね。はい、どうも、はい、ありがとうございました。はい、ちゃうんかよ、出るんかよ。もう生放送で。あ、もう出てんだ、ええ、んこれ録画しましたか？ああ、どうも。
こんにちは。毎年いらっしゃるんですか。来てます。来てます。来てます。通った人も捕まえとりあえずまあこんにちは田さん、カメラそこにいるんですか。はい、カメラそこにいるんですけど、毎年どうも。なんて毎年すいません、お話伺って。そこにカメラあるんですけど、ちょっとすいません、向こうにカメラある。何を話すんですか。畑さんすぐそばでね、ええ、お宅毎年ご覧になってどうですか。今年は当たったの。今年は盛大だったですね。そうですか、はい、やっぱりタレント、有名なタレント、それだってこの人たちに聞けば、ええ、もう全然見らんなかったって。人が多くて、ええ、そうですか。そこさもう人のあれでね、全然ダメだったって。そうですか。私は毎年見てるけど、殿様が今年は先頭じゃなかったですね。そうですね、ええ、上の甲冑隊が、ね、先頭で。そうですね。ああいうのはどうですか、八田さん、ご覧になって。いいんじゃないですか。どうでもいいじゃないね。2万円で教えるんだってね。あ、そうですか。神の で出来上がるまでに授業料と材料で2万円で、それで川中島の方にそれを教えるとこあって、そこでみんなやってきたんだって。で一番まさきこう行列の最初にいた方がその方ですか。はい。ああそうですか。でここにも飾ってあるけれども、ここでは作ってはいないんですよね。作ってないんですよね。よく知らないです。すいません。畑さんどうですか、作らないんですか。私はもう何しろ腰痛くて何もできないですね。本当にお元気で。でもこの間160周年記念のあれには行ってきました、それでステージに登ってちょっと何か言えって言われて、ちょっとだけ慣れていらっしゃるから。それで私車椅子じゃなきゃ行かれないって言ったら、車椅子用意するからって言って車椅子で行って、だけどステージ上がらなきゃならないです。それはお寺のおっしゃんしっかり捕まって上がりました。車椅子ごと上げてくれた。歩いて。あ、なるほど。それで
ちょっと読むものがあって、それでやってきました。600人で、あの幼児の爪幼児のあれは大したもんですよね。6箇所であれやってたんだって。でそれ合わせたんですね。7万2000本だって、あれがね。あれ出た時はみんなびっくりして、あの手を叩いてましたね。はい、わかりました。あのまたお元気で。ありがとうございます。ください。ありがとうございます。どうもありがとうございました。こんにちは。こんにちは。どうですか、ちょっと。いつもご苦労様です。いつもお世話さんです。今日も大変ですね。今日は最高ですな。この人手も車もすごいですよね。朝午前中雨降ったんだけども心配しましたよね。そうですよね、本当に。皆さんは何時ぐらいからこちらにおいでなんですか。我々は12時交番に出動、はい、じゃあちょうど雨が上がって上がりました。はい、はい、ちょうどよかったですね。ちょうどうまい具合に日が陰ってくれて、ちょうどいい。暑さも、ね、これは暑くてもね大変ですしね、はい、雨降ったらもっと大変だし、雨降ったらどうしましょう、ね、よかった。皆さんも行わないから行わないからね。車がねすごい渋滞なんですよ今
今までの最高じゃないですか、人で、人でと車と。やっぱり、こうおいでになるタレントそれやっぱあの広告効果っていうんですか、ありますかね、あれはあると思いますよね。本当にお疲れ様で、はい、はい、どうも失礼します。ありがとうございました。頑張ってください。さっきお母さん来てた。ああ、そうそう、手伝ってくれて。ああ、手伝ってくれたの。はい。